していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。限界超えの添付は、転生者にしか扱えないオーバーリミット、スキルホルダー。作画もお上手だし、タームごとのシナリオの作りが丁寧な作品。内容は異世界転生してきた黒目黒い髪のモンゴロイドが迫害されるというテンプレ設定の異世界ファンタジーで、なんやかんやあって奴隷鉱山で働いているモンゴロイドのショタが主人公。その異世界だと FF7 のマテリアよろしくスキルオーブが存在し、人間は8枠までスキルをセットアップできる。で、全魔法とかレアリティの高いスキルは枠を5個とか消費するとかそんな感じ。で、主人公はなんやかんやあって、初期スポーン起点のスキル発掘奴隷鉱山で前世の記憶を思い出し、さらにはチュートリアルイベントの奴隷鉱山からの脱出なるイベントで、レアリティ10の人間が装備できないチートスキルオーブを、前世の記憶を足して16個、スキルをセットアップできるので、チートスキル、鑑定と見た能力を無制限にコピーを手に入れた主人公は様々なイベントをたしなむという感じの漫画。まず、作画が圧倒的にお上手。次にロリキャラの作画とかがクソ激烈のお上手で悟りを開いてしまうぐらいお上手。次にこの漫画は、滅亡の章とか帯同の章みたいな感じで古の RPG よろしく章ごとにシナリオがあるみたいな設定であり、各章それぞれ新規で仲間やモブとの関係を構築するのだが、なんやかんや章の終わりに断罪イベントだったり放逐イベントが発生する作りになっているので、主人公は各章それぞれ裸一貫からスタートするという流れがお上手。どうしても主人公がそのマップから出ていかないといけないシナリオの持っていき方をしているのぜ、お上手なのぜ。罠がある。くそよくできたゆるゆり風な漫画。この漫画を読むと、好きこそものの上手なれがとてもあんこに染み渡る。運よく好きを見つけられた人間はクリエイティブ方面で強いという感じの漫画。内容はほぼまんま、JK 罠という感じの漫画で、架空の田舎で、罠師の免許を持っている主人公の JK が、主に作物の獣害に悩まされる農家で、罠を使って獣害をなんとかするという漫画。漫画としてガチでくそ激烈によくできてんなって部分は圧倒的なリサーチ力で、罠量ってこんな感じですよとか、罠の種類とかやり方とかクソ激烈に丁寧に解説してくれるので、読んでいてクソ勉強になるし、普段ほぼ絶対に触れない違う世界の話を知れてべね。リサーチ力がパないのぜ、そのことが好きじゃなきゃ、絶対知らないようなことを知れるのぜ、好きだからできる作風だし、その好きが読者にしっかり伝わってくるのぜ。普通に皮なめしとか、した方が獲物の素材を余すところなく使えて便利やんとかって思ったけど、なめし工程がガチでクッソウルトラ大変で、これは安い人工毛皮とか買った方が楽だわって感じでした。次に、この漫画はあくまでも罠がメインの漫画なので、罠量を中心にしたシナリオになっているし、動物の解体のやり方から、とって良い動物の剪定だったり、動物の生態だとかがクッソ面白いし、例えば罠の目の前にした動物の、罠にある餌に対する振る舞いだとか、ガチでどうしたらそんな創造性発揮すんの?というくらい、コミカルに動物らしさが欠けててモルトベイね。次に、この漫画には、モブおじさん以外の男キャラ、例えば男子高校生や、男子教師などが関わらない、ゆるゆりになっている部分がモルトベイネであり、いちいち、男子が入ってくるというノイズが一切ないので読みやすいし、田舎と罠というもののシナリオに集中できるシナリオになっている部分がベネ、その劣等性、実は最強賢者、ハンターハンターリスペクトな漫画、シナリオは、古代魔法でなんとか賢者の石を作りたかった男が、なんやかんやあって転生、魔法技術が失われて、さらには失格者みたいな扱いをされているけど私は無双です。ってことで古代魔法の念能力が使える主人公は念能力を駆使して無双しつつ、疑似ハーレム候補の師匠をするという感じの漫画、黒魔無双、ほぼ、ユーベルブラッド、準拠な作品、シナリオは勇者パーリーの黒魔同士が勇者を裏切って勇者以外のチームを全滅させたけど、実はそれは全部勇者の陰謀で、世界を牛耳りたい勇者はその後、世界を牛耳って、魔王を倒さずに敵対勢力とかをガンガンぶっ殺してたり資源にしてたら、勇者に対するヘイトがマックスになって、レジスタンスたちが頑張って黒魔同士を生き返らせて、勇者ぶっ殺、を始めるリベンジもの、シナリオのチャブ台返しがお上手で、序列とかを出しておきながら瞬殺されたりしたりする流れとか、ダークファンタジーなのにコメディ調だから面白かったりと、作画の取捨選択がくどいのでやや読みにくいところはあるが、群抜に作画がお上手だし、シナリオも群抜という感じの作品、異世界帰りのおっさんは週末世界で無双する、漫画として主人公のおっさんのうだうだというかモラトリアムをたしなむ感じであり、このおっさんのモラトリアムな部分がとても丁寧に描写されておりベネな作品、内容は異世界転移に
に巻き込まれて異世界を救った戦士の主人公だが、人間の本質な部分、保身、嫉妬、足の引っ張り合いという、大変人間らしい世界だったために、現実世界に退散。そうしたら、現実がゾンビによって終末になっていたが、異世界のチート能力を駆使してお助けマンを始めるという漫画。漫画としてモルトベーネな部分は、主人公はアマちゃん、終末世界でも必死に生きようとする善良な人間はしっかり助け、キャッカーやクズはたとえコミュニティのリーダーがマモニーな選択をしようがリスクは徹底的に排除する、というスタンスを取るという部分であり、そういうところは読んでいてスカッとする。この漫画は、人間というのは多様なので、主人公のような合理的な人間ばかりではなく、多様な人間の多様な価値観、振る舞いをしっかり描写してある部分であり、このうだうだをたしなめるならとても面白いシナリオの漫画であるし、主人公は終末世界における唯一、絶対的な存在であり、コミュニティが反映するどうか、は一重に主人公の胸先三寸次第だという部分の感じの表現だったりモルトベーネな作品。モルトベーネな部分は、主人公が合理的マンなんだけど、合理的になれない人間に対してもしっかりリスペクトする部分で、例えば、キャッカーを生け捕りにして、こいつを生かすか？遠い選択において、法治国家の手垢が抜けない魔王には殺したくないってアマちゃん選択をするのぜ。社会システムを正常に機能してて人的リソースがふんだんに存在するなら生かしてもいいと思うんだけど、監視コスト、食料コスト、逃がした時のリスクなどを鑑みたら、社会システムが崩壊した終末世界ではリスクを許容するなって選択は、コミュニティのリスクを高めるだけだからありえないんだよね。でも、そういった魔王に対して、終末世界になろうが、法と秩序を重んじる定義した個人だ、らっしゃいなのぜ。ってリスペクトするあたりのシナリオの丁寧さがモルトベーネ。とにかく、主人公は人間がおできになった人格設定しているし、作画担当にエースを引けなかったし、内容が地味なんだけど、漫画好きに最適化された作品になっています。予習の恋を世話していた騎士団長に溺愛されてるようです。戦争中の国家で、捕虜の世話がかかりは報酬が良いからという理由から、旦那の浮気で離婚して30代とかまあそんな感じのお一人様しか道はないならしっかりお金を貯めておかなきゃ、みたいな女が主人公。この主人公の国がなんやかんやあって負けて、で捕虜だったメインヒーローのイケメソも救出されて、で、海外しく自分のことを解放してくれた主人公に惚れたイケメソは、主人公をイケメソの国に連れて行ってそこから、好感度を上げてこじらせの主人公を頑張って落とすという感じの主に女性向けの漫画。漫画としては、作画もお上手だし、シナリオもまあまあ面白い。途中水増しな部分はあるが概ねよくできていると思える作品。というのは、もうそこで二人は幸せなキスをして終了だろ？って部分で、無駄に関係をこじらせるとか、主人公を逆走君にさせたりするって演出が入るんだけど、その演出がおまんじゅう的に、水増しっぽく見えるんだよね。でもそれ以外の部分は、大人の女性向けの目線とシナリオになっていて面白いです。魔王軍四天王の最弱霊嬢は自由に生きたい、ファンタジー RPG ゲームっぽい世界の、序盤のカマセイヌ的なポジションの雑魚四天王の女に転生した現代人が主人公。魔王が統治している宗教的独裁国家である、強いイランとか強い北朝鮮みたいなところで、偉大なる将軍様の教えに、現代の感覚と価値観を思い出した主人公は違和感を覚え、早々に魔王軍幹部を辞めて、何もない場所で新たに村作りを始めるという猟奇経営漫画。差別化な部分は宗教というか、そんな感じの思想教育みたいなのをテーマにしている部分が差別化できている。ジパングに生きる人間は政教分離っていう宗教、既得権はなるべく政治に影響を与えない方が合理的だよ、って社会科の時間で学ぶと思うんだけど、まあ、その考え方はおまんじゅう的には先進的だと思うんだけど、世の中には、宗教がトップの独裁国家はたくさんあるのぜ。宗教的縛りがある分、何でもできる独裁国家と比較してどうなの？ってあったりするけどね。でも、異教徒は殺せ、みたいな野蛮な宗教がてっぺんの独裁国家は、好戦的だから、それはそれでどうなの？って感じ。まあ、そんな感じで、この漫画はプロパガンダってのをシナリオのテーマっぽい部分に、しているところが他のナロー系と比較してユニークだと思える部分です。ネバーエンディング、ウィークエンド、3巻でサクッと終わるし、ドイツってこんなところって感じで観光した気になれる作品。この漫画3巻で終わる漫画なのですが、オチがよくわからないというか、結局何がしたいの？というおまんじゅうには文学的すぎてよくわからない作品。小物3人がドイツ観光をするって感じの、ドイツってこんな感じの街並みなのね。ドイツに観光に行ってみたいわーって感じの漫画に、おもちゃ付きラムネみたいな感じで、ちょろっと、母を訪ねて三千里が入っているような、ほぼ観光ガイドみたいな漫画だと思ったので、次はあなたがやられる番です。
主人公不在のなんだかよくわからない漫画。シナリオは高校にテロリストが侵入して武力を持って JK たちに DVD を始めるような漫画。ダイハード的なノリでブルースウィルス的な主人公がいるわけでもなく、ただただその高校に侵入した社会不適合者な無敵の人たちの JK よなをたしなむ漫画。主人公が不在だから、例えばテンプレ的にするなら忍者の末裔のモブ高校生の主人公が規約と実クアラテを駆使して一匹ずつテロリストを忍殺していく漫画とかなら面白いと思えるし、読者もああそういう方向の漫画なのねってわかりやすいんと思うんだけど、オムニバス形式の漫画だからとにかく読みにくいし、ハリウッドオムニバス形式の漫画したいぜって思ったヘッズが作ったようなやっちゃいけないお手本のような漫画。オムニバス形式の場合は各オムニバスが面白いってことが絶対条件で、常に面白いオムニバスを提供し続けるから離脱率が下がらないで、最後全部のオムニバスがハマった時に大きなカタルシスが解放されるのぜ。